いやー服は好きなんだけども、毎朝コーディネートについて考えるのは、さすがにしんどいんだよな。時間もないし、労力もかかるから、もうちょっと効率化したい。できれば、スティーブ・ジョブスみたいに、制服化ができたら最高なんだけども、誰か大人の私服の制服化について語ってくれる人っていないのかなと思っている皆さん。こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、私服の制服化秋冬版、この5点だけあればいいというテーマで、お届けをしたいなと思っています。 まあ僕もプライベートでいろんな YouTube を見てるんですがその中でたまたまですね私服の制服化というテーマででですすねね動画をを作ってる方を見つけたんです、ね、これは素晴らしいアイデアだなと思って、まあ、僕自身もぜひ動画化をしてみたいなと思いましたというのも僕自身もですね服が大好きでいろんなものを買うんですがその根底にはですねなるべく効率化をしたいだとかあとは毎朝の服選びにそんなに時間がかけられないという環境もあるんですねそうういいった意味ででは僕もですね制服化というテーマ 結構好きだったりすするんですね気づけば僕自身もですね制服みたいなものがあって例えば僕が今着てるような白系のプリント T シャツだとかあとはジャケットですねまあダブルのジャケットが僕が好きなのでこういったものはいくつかバリエーションがあって下は黒パンという形である程度制服化ができてるんですねまあこういったものを皆さんも持っていただいてもっと楽にですねファッションを楽しんでいただくと普段の着こなしぐっとですねハードルが下がるんじゃないのかなと思っていますそこで今回は手始めに秋風編ということで この辺りの5点持っておけば結構制服化としてはいいんじゃないのかなというものですね私物を含めてしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますよかったら皆さんの今後の着こなしの参考にしていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここから具体的にですね、私服の制服化に欠かせない秋冬アイテムを皆さんに5個ご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、アウターですね。僕が今着てるようなですね、ミドル丈のですね、ライトなアウターですね。こういったジャンルは僕にとっては欠かせないですし、皆さんにとっても1着は持っておくと便利なものなのかなと思っています。まあ、このジャンルはいろんなものがあるんですが、その中でも代表的なのは、例えば僕が今着てるようなデニムのカバーオール。 です、ね、まあここ最近ですねいろんなショップでも磨けるようになりましたがこういったアウターというのは秋だとかあとは春に使うことができるので僕はすごく好きなんですねこれまでにもデニムのカバーオール何着も買ってきてあまりに好きすぎてですね最近では自分のブランドでも作ってるんですが、まあ、こういったものですね一着持っていただくとすごく便利かなと思いますまあもちろん秋といえばロング丈のコートみたいな選択肢もあるんですが僕はですねもうちょっととライトにサクッと羽織れてだけども G ジャンよりは着丈が長いので適度に大人っぽいカバーオールだとかあとは言ってしまえばこういったユニクロのですねアウターありますよねいわゆるバブアーのアウターみたいなものですねこういったジャンルというのも同じようにですね非常に使い勝手がいいので制服化できるようなアイテムかなと思います、まあ、先ほどもちょっと触れましたがこういったものは秋にも使えて春にも使えるんですねそういった点でいうとミニマリスト的な感覚で見ても服の量も減らすことができるんですね、まあ、ユニクロののこちらのアウターもすごく優秀 なのでコスパ面で言ったらこちらがいいんですがまあ秋だとか春に活躍するような結構鉄板アイテムなのでちょっと頑張ってバブアのものを買ってもらうのもいいんじゃないのかなと思っています。 ま、このようなライトのアウターというのは、もう秋のスタート時から着ることができるんですね。例えば今は下にですね、白系のプリント T シャツを着てるんですね。これは今回カウントしないんですが、僕にとってはもう欠かせない定番的なユニフォームアイテムなんですね。ちょっとご紹介しますと、白系のですね、プリント T シャツは結構いろんなものを持ってます。こういったもので、ま、最近買った C というブランドだったりだとか、エディフィスがヒ e マイネームというブランドに別注かけて作ってるこういったプリント T シャツだとか、結構このあたり は好きでですねよく動画の中でも着てるかなと思うんですが僕にとってはユニフォームなんですねもちろん白無地 T シャツでもいいんですけどどうしてもそれだと飽きちゃうんですよね僕はちょっと前開けた時に少しだけこのプリントが見えるっていうのが好きなので白ベースのプリント T シャツというものをですね白 T 感覚で着てるわけなんですが、まあ、そういった形で T シャツの上に重ねるだけでも使うことができますしもうちょっと寒くなってきたら内側を暖かくすれば冬のスタートぐらいまでは使うことができるので結構このような ミドル丈のアウターというのはすすごく使いいいいい勝手がいいんじゃななのかなと思いますデニムのカバーオールもしくはババアみたいなものですねこういったものが1着あると制服化にはもう間違いがないかなと思いますし複数年見ても使えるようなアイテムなので是非皆さんもユニフォームの一部として加えていただければなと思いますちなみに僕が今着ているデニムのカバーオールまだ少しだけ在庫残ってますのでこちらもよかったらチェックしていただければなと思っています はい続いて2つ目のですね秋冬の制服アイテムなんですがもうこれも定番ですね僕が今着てるような丸首のニットですねこれもですね欠かせないこの季節のアイテムになってくるかなと思います、まあ、僕も散々ですね丸首のニットについては皆さんにご紹介しているんですがその中でも個人的に好きなのは中肉厚のニットなんですね薄いものだとそこまでですね暖かさを感じないというか、まあ、サイズ感も態度だったりするのでジャケットの下とか セッットアアプの内側にに着るにはいいいいんんでですすけどもカジュアルシーンだとやや使いづらい印象なんですねラフにカジュアルで着るのであれば中肉厚で少しサイズ感もゆとりがあった方がこのニットを主役にした着こなしもできるし寒くなればこの上にですねアウターですね先ほどのようなカバーオールだとかあとはバブアーのアウターみたいなものを着ていただければ結構12月の初旬ぐらいまではいけちゃうので便利かなと思うんですねでニットの色なんですがこれ結構個人的にはこだわりがあってライトグレーが好きなんです なぜかというとですね、アウターの色って結構冬だと黒だとか、ダークグレーだとか、ネイビーだとか、濃い色になりがちですよね。その時にニットの色まで濃いとですね、やっぱり着こなし全体が重たくなってしまうので、そういった意味ではちょっと明るい色を着たいなということで、ライトグレーを着てるんですね。もちろんホワイトとかオフホワイトもいいんですが、まあ、それよりは少しひねりが効かせてあるので、程よくおしゃれ感も出せるので、ライトグレーのニットが好きなんですね。今僕が着てるのは個人的 大好きななななブブブララランンンドんんででででですすすすすがスティーーアランののののねねねねハミルルトトムズウ、ね、定番的な丸組みのニットなんです、ね、首元のリブです、ね、この辺りもちょっと太めになってたりだとかその部分のリブも結構しっかりとしていてこの辺りのディティールもすごく好きですし首元の空き具合ですね下に白 T 着てますがちゃんと見るような分量になってますので、まあ、非常に使いやすいようなニットかなと思ってるんですねこれは僕にとってはもう欠かせないマイ定番アイテムでスティーブン・アランのこちらのニットに関しては3枚持ってるんですねそういういことを考え 気づかぬううちに制服化ししているよななアイイイテムののののででで、まあ、皆さんももすすねね丸首の中肉厚のラトトトトグレーニニッッくはオフホワイトぐらいのニットです、ね、この辺り持っておくと非常に便利かなと思います。で、ちょっと綺麗な感じの時にはこちらのニットが合うんですが、実はもう一つ僕にとっては制服があるんですね。秋冬のトップスというと、個人的にはシャツも好きなんですが、できればですね、ニットだとか、あとこれからご紹介するようなスウェット、この辺りが使い勝手がいいなと思うんですね。 こちらもですね、去年購入してめちゃくちゃ着たものなんですが、先ほどもちょっと名前出ましたが、これエディフィスのスウェットなんですが、ヒアマイネームというですね、まあ、ちょっとビンテージライクな加工をですね、得意としているブランドがあるんですが、そちらに別注をかけたスウェットなんですね。通常のライトグレーのスウェットではあるんですが、そこに対してちょっとビンテージライクなプリントを乗せてあって、古着感があるような1枚に仕上がってるんですね。まあ、サイズ感ちょっと肩が落ちていて、緩さがあって、ちょっと気はしないですが、こんな感じになるんですね。 これがめちゃくちゃ好きで僕はですね春も含めて愛用してるんですねこの上にですねカバーオールを着たりだとかあとはバブアー的なものも着たりだとかもっと先の季節になったらもうちょっとヘビーなアウターの内側にも入れたりすることができるのでこれも便利なんですねということで2点目はですね内側に着る丸首のニットもしくはスレットというところで是非皆さんも制服化していただければなと思っています はい、続いて3点目のアイテムなんですが、秋のアウターと言いますと、先ほどのような、ライトなミドル丈のですね、カバーオールだとか、あとはバブアのアウターのようなものですね、こういったものを着るんですが、やはり冬になると、さすがにそれじゃ寒いので、もうちょっと重量料を着るわけなんですが、僕がその際にユニフォーム化しているのが、今着ているようなですね、これ、中綿のアウターになっています。こういったものをよく着るんですね。まあ、定番的なものはダウンかなと思うんですが、結構ダウンって暖かすぎて、 僕は中綿の方が好きでサクッと羽織れるし天候も気にせずに使うことができるので、まあ、こういったものを愛用するようにしています今僕が着てるのはですね去年自分のブランドで作ってですね散々着た干した中綿のですねモッツコート風のアイテムになっています外側のデザインはモッツコートのようなですね竹感のものになってまして首元はスタンドカラーでこのポケット周りのディティルなんかもまさにモッツコートの雰囲気がちゃんと表現されているんですね結構素材が 小松間手入れの上下ファブリックを使っていて色がダークグレーなので重たすぎないので個人的には結構これをユニフォーム的に散々使っていました、まあ、ダウンじゃないので丈をちょっと長くすることで結構暖かさも保つことができるのでこれが結構使い勝手がいいなぁと思っています内側には先ほどご紹介したスウェットですねライトグレーのスウェットを持ってくることで適度に明るさを出すことができるのでこういった重ね着を良くしています、まあ、綺れめにしたい時には先ほどのライトグレーのニットなんかにも相性がいいのでまあこういった 中綿のアウターですね僕は着ています他にはですねもう一個私物として持ってきたんですが丈の短い通常の中綿ジャケットですねこれダイワピア39というブランドのものなんですがこういったものも私物として結構使っていますライトに着たい時にはこちらの短い丈を着て割と結構寒いなという時とか外遊びする際にはこちらのちょっと長い丈のものを使うようにしていまして、まあ、このような中綿系のアウターというのは一着あると結構便利かなと思います最近ではやっぱりダウンの値段自体も高騰していますので いわゆる高級ダウンのブランドモードだと20万円オーバーだとかあとはもちろんダイワピアもそうだしデサントだとかゴールドウィンだとかそのあたりのダウンなんかもありますが軒並み値段が上がっているのでそういったものもいいんですが、まあ、中綿ぐらいにすることで結構価格も抑えることができるので気軽に買いやすいしなおかつそこまでダウン着なくてもいいなっていう日の方が多かったりするのでまあ十分かなと思っていますここ3年ぐらいは僕はダウンあんまり着てなくて中綿のアウターだけで過ごしているんですねそれでも寒いとか 感じることとは、まあ、ほぼななないいのので、まあ、十分なのかなと思っていますぜひ皆さんもですね、ダウンという選択肢ももちろん良くて、ユニークのものもありますし、セレクトショップのオリジナルもいいんですが、中綿のアウターっていうのも結構ですね、良いブランドもトライしやすいかなと思うので、ユニフォームの一つとして検討してみるのもいいんじゃないのかなと思っています。 はい、続いて4点目のですね、制服化アイテムなんですが、これは秋冬とか春夏とか関係なく、僕にとってはですね、もう一年中制服的なアイテムになってくるんですが、ご存知ですね、こちらのブラック系のイージーパンツですね、こればっかりは欠かせないアイテムなんじゃないかなと思います。僕がですね、動画だとか、あとはプライベートでよく着てるのはですね、H Beauty and Youth というブランドをですね、ウーステッドベイカントパンツという名前だったと思うんですが、まあそちらを履いているんですね。 実は現在2本持っていまして今履いてるものはプライベート用なんですねこれですね言いたくはないんですがあまりに気に入っていて履きすぎてですねお尻に穴が開いてしまったんですねなのでこれ補修してあるんですねまああんまり目立たないんですがちょっとさすがに履きすぎたのでこれはプライベート用の私服に落として、まあ、最近はですね仕事用ではもう1本買って持ってるんですね、まあ、まさに制服だと思います360度ゴムが入っていて伸びるんですねでウエストのフィット感もいい しシルエットもちょっとゆとりがあるんだけどもワイドすぎないというところで定番的なユニフォーム的なアイテムになっていますただこれが皆さんにとって必ずともハマるとは限らないのでブラックのイージー系パンツであれば僕は問題はないかなと思っていますちょっと値段も張るのでなかなか一般的には買いづらいかなと思います例えばこれと結構似たようなところで言うとこちらですねビューティーユースのバルーンイージーパンツというものがありましてこれすごくですね近しいアイテムでなかなか仕上がりがいいんですね適度なゆとり感 しっかりとウエストはゴムというところで着脱がしやすいというところですね、まあ、ベルトをするようなスタイリングもかっこいいんですが僕はちょっと面倒くさがり屋なのでベルトなくても成立するようなものが好きだったりするのでこういった360度のゴムタイプが好きなんですが、まあ、そういったところも近しいので、まあ、ブラック系のイージーパンツで割と気軽に履きやすくて今っぽいところで言うと、まあ、ビューティアンデュースのこちらの1本なんかまさに使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますただ皆さんの中でもお好みのシルエットというのがあると思うんですね、まあユニクロで言う いうとととつあっって感動パンツみたいいいいな細身のものももが好きだという方もいらっしゃると思いますそれはそれで僕はいいと思うしあとはスマートアンクルパンツみたいな中用なパンツもですね使いやすいと思います近し,しいとこで言うとグリーンレベルのオールマイージーパンツなんかまさに同じような路線で使い勝手がいいかなと思いますもうちょっとワイド感があるものであれば今僕が履いてるようなものだとかビューティーユースのものなんかはすごくですねやりすぎないぐらいのワイド感なので使い勝手がいいと思いますしユニクロのタックワイドパンツこの辺りを制服化するの いいのもいいいいかなと思いますいずれにしろブラック系のパンツがあれば先ほどご紹介したようなダークグレーの中綿ジャケットなんかにも相性がいいですもちろんですね上ブラックにして下ブラックのちょっとオールブラックみたいな着こなしで重たくはあるんですがそれもハマりはもちろんいいので決して NG ではないんですねそういった形で全ての着こなしの土台になるような黒系のパンツというのはやはり定番的でユニフォーム的な存在かなと思うので是非皆さんの中で納得いく一本をですね揃えてみていただければなと思っています 続いてラスト5点目はですね、足元、靴は何選ぼうかなと思ったんですが、今回ユニフォーム的に皆さんにご紹介したいのがこちらですね。アディダスのサンバというモデルですね。まあ、今回の動画の中でもこちらの白サンバを履くことが多かったかなと思うんですが、まあ、このあたりがやっぱり使い勝手がいいんですね。まあ、僕もスニーカー好きでいろんなものをですね、普段から着用してるんですね。まあ、ニューバランスもありますし、あとはミズノとかもありますし、アディダスだとかコンバースだとかいろんなものを 履くんですが何も考えないでスッと履くのは何かなって考えるとこのアディダスのサンバというものがかなり使い勝手がいいんですねこれなぜかというとまずはですねニューバランスに比べると甲が高くなくてスッキリとしているのでボトムスを選ばないというところですね裾幅によってはですね甲の高いスニーカーがあんまりハマらないなということもあるんですねあとは全体のスタイルの中にニューバランスだとちょっとカジュアルかなって思っちゃう時にもサンバって 結構何にででも合うんですねなのでユニフォームにはやっっぱり適してている一足かなと思っていますここ数年サンバがトレンドアイテムとして結構売れたと思うんですね一時期は全然在庫がなくて買いづらくてプレネになっていたりしたんですが最近では全然買いやすくなったんですねなのでファッションが大好きな方だともうサンバは興味がなくて違ったスニーカーに行ってるかなと思うんですがその気持ちは分かるんだけど使い勝手がめちゃくちゃいいんですねしかも結構くたたびれてきたぐらいのサンバが かっ,こよかったりするので僕もですね履き始めて1年以上経っていますがいい感じにですねちょっとくたびれ感が出てきたのでなおさらくサンバが愛おしい存在になってるんですねなのでめちゃくちゃ旬という形ではないかなと思うんですがだからこそ制服にはちょうどいい存在だと思うんですね、まあ、シンプルに白系のサンバもいいしあとは結構ブラックサンバがかっこいいんですよね黒系のパンツとの相性もいいしこの3本線が光るのでそんなに重たくなりすぎないのでアディダスのサンバ買うんだったら今が 逆に新鮮かなと思うので、ぜひ皆さんも制服の一部としてチェックしていただければなと思っています。 はいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では私服の制服化秋冬編ということで具体的にですね5点のアイテムを皆さんにご紹介させていただきました、まあ、今回の動画面白かったんですかねちょっと自分ではいつもですね動画を皆さんに楽しんでいただいているかどうかがよくわからないので、まあ、ぜひ皆さんも感想をお伝えいただければなと思います、まあ、世の中にはいろんなファッションの情報ありますよねネットで検索しても出てくるしインスタそしてこちらの YouTube の世界でもいろんな情報があふれて わけなんですね、そうなるとついつい服の量が増えてしまって、まあ、ごちゃごちゃになってしまうと思うんですねそれも決して悪くないし楽しいと思うんですがただですねまずは自分の中でベースとなるような定番的なアイテム今回のテーマでいうユニフォームですねこういったものがあるとすごくですね軸がぶれないんですね、まあ、僕自身も今回ご紹介したようなユニフォームがあるからこそそこにちょっとトレンド的なものを取り入れたりだとか今まであんまり着たことがないなっていうものも取り入れてもですねベースが揃ってるから そんんななにごちゃごちちゃゃしないんですねですのでこういった制服化というところは忙しい皆さんがファッションを気軽に楽しむためには結構大事な考え方になってくるのかなと思います是非皆さんもですねこちらの動画を見た後にはクローゼットを開けていただいて自分にとって欠かせないアイテムをですね抽出してみていただきたいんですねこのアイテムはやっぱり自分にとっては欠かせないなというものそういったものを制服化してみるそしてあまり使い勝手が良くないなとか登場回数の少ないものは思い切って断捨離してみるそうすることでだいぶですね毎朝の服や 選びは楽になるかなと思いますのでよかったら今回の動画参考にしていただければなと思っていますまた今回の動画のですねコメント欄だとか再生数を見てまあ皆さんに喜んでもらえたかなと思ったら春夏編も撮ってみたいなと思っていますのでよかったら皆さんリアクションいただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしたいなと思っているんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては 僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えてですね、週末に週に1本ライブ配信も行っています。皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形で、ワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて、写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、 コーディネートの解説を行っています僕も記事を書いていますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんもですね気軽に記事をアップすることができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに